こんにちは。シュアーズ佐野さんのアシスタントを務めている松井です。今日は電子タバコのプルームテックの転売で稼ぐ方法とおすすめ商品3選を紹介、第2章をお話ししたいと思います。電子タバコ、ベイプの輸入販売。こちらはプルームテックと違い、輸入してからの転売で利益を上げるのは初心者には少し難易度が高いです。まずは難易度が低いプルームテックの転売が最優先ですが、ただ急速に広がっている市場なので知っておいて損はないです。ベイプにはアトマイザーとモッドが必要ですが、ほとんどが海外製です。ただ日本国内でも海外からの輸入転売をしている業者や正規代理店があります。そんな中、今注目を集めているのは個人の輸入販売です。個人輸入なので正規代理店のように大量に仕入れはできませんが、海外輸入だともちろん送料もそれなりにかかります。そのためある程度まとまった数を発注して送料を抑えることがベイプ輸入販売で利益を上げるための基本となります。さらに販売先は以下を参考にするといいかと思います。電子タバコの種類、モッドはアマゾンなどの大手サイトがいいかと思います。アトマイザーはフリマ系アプリがおすすめです。このように販売するサイトを製品の交換頻度で分けることで効率よく取引ができると、転売で得られる利益だけでなく発注数も把握できるようになります。また、値段や必要頻度に応じて販売サイトを使い分けることは無駄な配送料、手数料を減らすためのコツになります。このやり方はおそらくプルームテックの転売でも活かせる部分なので、ぜひ参考にしてみることをお勧めいたします。電子タバコのアイコスやプルームテック転売はこうして稼ぐ。キャンペーンをやっているときに転売して稼ぐ。これがおすすめすぎる。あなたがプルームテックの転売で利益を出すには、値引きなどのお得情報を見逃さないことがコツになってきます。例えば、プルームテックは定価4000円が半額になり、2000円で仕入れ購入できます。また、アイコスの転売ですと、公式サイトでクーポンを発行でき、定価税込み価格9980円が3000円オフで6980円になります。各メーカーは定期的にクーポンの配布やセールをやるので、キャンペーン情報は絶対に見逃さないように、事前に公式サイトの会員登録を済ませておくことがポイントです。これはプルームテックでの転売をする際にも、同じように使えるコツなので忘れないようにしましょう。佐野は電子タバコの転売で3000円オフクーポンを使い、1ヶ月で5万円以上稼ぐことができました。東京、福岡のプルームテックショップまで出向くべきか？遠方にお住まいの方はネットから複数店舗に事前予約をして、店舗をはしごして在庫を確保するといいです。残念ですが、現在は販売源の JT は転売業者対策をしたため、JT 公式ネット販売では1人1台などの制限を設けています。そのため、JT 公式のネット注文では1アカウントに1台のみになるのですが、実際に来店予約で直接店に出向くことで、台数制限を気にせずに購入できるというわけです。去年、ブルームテック販売開始当時の転売価格は、なんと2万円を上回っていました。ただ、その対策と規制ができてから、主に在宅発注をしていた転売業者は、その対策と規制によって、ブルームテックの転売をやめざるを得ない状況になったのです。ただ、このブルームテックの転売対策も逆手に取ればメリットになるわけで、直接店舗に出向く、という手間を踏むだけで、在庫を素早く大量に確保、転売ができる可能性があるわけです。
近年は格安航空会社などができ、比較的安く東京、福岡まで行ける時代です。例えばジェットスターなどは早朝便ですが5000円を切っています。もしこれなら有給休暇を取ってスケジュールなどが合えば、在庫調達に東京、福岡まで行ってブルームテックの転売する価値はあると思いませんか？初期投資としては若干高く感じるかもしれませんが、予想利益を考えれば安いと思います。またこちらも参考になると思うので、より具体的な金額で作ってみました。例えば大阪にお住まいの場合、大阪から東京は移動費、ジェットスター航空会社の場合往復8,540円、仕入れ料と総額、1つ4000円 ×15 個で6万円、予想売上、1つを送料その他込みの価格で1万円の価格で、販売したとして、 ×15 個で15万円になります。送料その他を抜きにしても単純計算で9万円は利益が出る計算になります。運賃を引いたとしても8万円と非常に利益回収率がいいです。これは福岡東京の限定販売と在庫不足の今だから出せる利益です。ただプルームテックショップは購入には予約が必要なので、公式サイトからの予約を忘れずにしてくださいね。電子タバコの転売をする時の注意点はある？対策と違法性について。過去にあった犯罪事例、アイコス転売屋逮捕。アイコス転売のコツとして、公式サイトで発行できる3000円割引券があると紹介いたしました。ただこれは一度限り有効なもので、当たり前ですが複製は許されません。しかしアイコス転売初の逮捕者はこの割引券を違法に複製し利用して逮捕されてしまったのです。アイコスの購入用クーポン券を不正利用したとして、少年2人が詐欺などの疑いで逮捕された。アイコスは品薄状態が続き、購入が困難になっている。少年らは偽造クーポンを使って安価で購入し、高額で転売していた。もし、プルームテックの転売でも、コンビニなどで店舗用の割引券のやり取りができるようになったとしても、複製などはしないでくださいね。違法になり、逮捕に至るのがほとんどです。おそらく、店舗側でバーコードなどを紹介したりして管理されるし、このアイコスの件がバレたのもそういった不正の転売対策がされていたからです。電子タバコの転売は稼げるからといって、アイコスなどの転売で犯罪行為をして逮捕されたら意味がないです。やはりプルームテックの転売でも一瞬で終わる一発屋を目指さずに、トレンド転売として進めていくことが大事ですね。今回は電子タバコの転売についてご紹介いたしました。メルマガではさらに役に立つ転売情報を限定配信しています。ぜひご登録してくださいね。今日は以上となります。またさらに詳しい情報をシュアーズ佐野の公式 LINE アット限定で配信しています。LINE にご登録していただいた方には、今だけ期間限定で無料で儲かるお宝商品リスト20選をプレゼントしています。ぜひ LINE にご登録してくださいね。本日はご視聴していただきありがとうございました。